しかもペコーラでもうね、もうドッキリというか最適なやつ、もうね、誰もがね、恐ろしいんでしまうのではないだろうかというね、素晴らしいアイテムを手に入れてしまったから、ちょっと待ってね、開始するわ。やっぱり、ここに帰ってきてしまう、暖かい場所、場所、ホロサバ。久しぶりに来てみたら、結構環境は変わっているようで、いろいろと楽しめる観光地になってるペコだね。けど、ちょっと刺激が足りなくないペコか？あのドキドキ感、もう一度味わいたくないペコか？さあ、欲しがりさんたち。欲しがりさんたち。集え。ホロサバへ。それでは、レッツ移動。まずは、まずはね、どんなものかを見せたい。ペコアーラが今日、やるっていうか今日、こういうことをやりたい。この威力を使って、ちょっとドッキリをしたいっていうのをまず見せてからホロサバに行くことも。これはシングルのクリエイティブペコマン。ペコアーラが勝手に、やってるやつ。あ、山に向かってやった方がいいペコかな。この山が、吹き飛んでしまうほどの、これをペコーラは、あれ？これをね、ん？あ、来た。今これ何をやってるか分かってますか？ TNT のトロッコをペコーラは置いてるだけなんです。ペコーラの神の一手で、この、素晴らしい土地をデスストランディングに動かせます。それでは、いきます。
しかもさ、これね、私が作ったのでソラマウンテンでソラ先輩が作ったことにしない？これ、あ、よくない、わかった。ねえねえ、これさ、ペコラがさ作ったやばらったらさ、壊してもあ、ごめんごめんってなるペコラがさ、ソラ先輩が作ったっていうやばにしたら相当冷え込むで、これいいじゃん。でソラ先輩にはあの、すいません、ソラ先輩が作ったってことにしてもらえませんかってペコラが裏で言っとくペコラかな。でペコラが観光中に、あ、これソラ先輩が作ってたペコなんだよみたいな、すごい頑張ったの見たな、夜中とか頑張れたペコって言って、いいじゃんそれにしよう、決めた決めた、いいじゃん。あ、3個できんだ、これいいね。絶対に壊さないでねください。ソラマウンテンで、ここをソラにしとけば、あれ、これ時のソラ先輩なのか、それともソラなのかな、あれなんだろう。で、ここにもこっちの横からも、あ、ここにも大事だね、ここにも作っとこう。ソラ、ソラマウンテン建設中、壊したら、壊さないでね。よしよし、いいね。ソラモウンタイン、モウンタイン、これ合ってる？モウンタイン、あ、スカイマウンタインにするか。ドンとドンとタッチ TOUGHT、 ドーンと、あれ、なんか字違うペコなんだけど、これどういうやつ？タッチってどう書く、ね、タッチってどう書くペコなの？トーチ、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 ドーンタッチ、ドーンタッチミー、オーケー。壊すと恐ろしいで、いいんじゃない、これで絶対ソラちゃん書かなくてくさ確かに絶対書かねえペコじゃん、ソラ先輩が。 OK！ てなわけで、今回はね、このソラマウンテン、ちょっとドッキリの準備ということで、パート1、まあ、結構今回ハリボテペコだけど、結構いい感じでできたんじゃないかなと思うので、次回でまたもうちょっと進化してから始めるかもしれないペコだけど、ぜひぜひぜひお楽しみに。んで、ここに暗記もね、作りたいところなんだよな、暗記も。ここら辺にするか、ここら辺に暗記も。ペコレね、これね、もうちゃんと勉強してきたから、暗記もの作り方。立体感を出して、どうペコで立体感を出す、手差し助けてって言ってる暗記も、どうこれ、暗記もの完成ペコじゃない、あー、いいじゃん、スフィンクス暗記。あ、ここね、こうするじゃん。で、これってさ、で、スイッチ押せたりする、あ、押さないか、これ1個だけでいいペコかな。見てくるわ、カチッ
きますよ。ここで踏むか。いや、ここが一番重要な作業ってことだからね、ここが。久しぶりだ、あれ久しぶりじゃん。え？この前遊んだじゃないですか。ねえねえ、今日さ、最近知ってるホロサマ復興してるのって知ってる？あ、なんかスバルちゃんとあやめちゃんとかやってましたよね。え、あ、ペコラも一応いろいろやってんだけどさ、知ってた？ペコラやってたこととか。あ、ま、何したんですか？え、ちょっと待って、え、トワさんもしかしてペコラの配信さ、あんま見てないの？いや、ペコーラ、ペコーラの配信は、いや、発覚しちゃったね。アリペコーでしょ、アリペコーね、アリペコーで、どうですか。あーって、ちょっとペコーラの、いやー、死ねー、ちょっと待って、サイコパス、ちょ、先輩に死ねとは何ですか、先輩。違う、違う、今死ぬって言ったの、死ぬって言ったんでしょ、死ぬって。そんなこと言えわけないじゃないですか、やめてくださいよ。え、ごめんペコーラ、ごめんペコーラ。え、トワイさんどこにいんの、ちょっと会おうよ、まず会おう。ペコだよ。トワは今、うん、すげえ、なんかハーチャマランド作られてる。え、一緒に見よう、そこ、そういうところ一緒に今日見ようよっていう感じよ。すみません、今ね、うん、あの、ハチさんのところいますよ、ハチさんのところ。ハチさん、あ、そこか、芸術的なやつ、あ、いた。え、いやー、ま、一緒に見に行こう、ペコだよ、一緒に。それ、どこ行くんですか？ちょっと怖いんですけど。え、なんで？どうぞ。ああいうところ、新しいさ、あの、観光地見に行かないペコ。なんかさ、ほら、スバル先輩とかあやめ先輩でさ、キャンプとか出てたペコじゃん。あ、そうなんですか？ちょっと内容はちょっと知らないんですけど。あんた先輩の配信ちゃんと見なさいよ、勉強しなさいペコで、あんた!APS ばっかやってないで。すいません、すいません、 !APS ばっかしてんじゃないよ、先輩の配信見て勉強する、そうペコでしょ。すいません、すいません。いや、トワさんも結構ね、ここ最近のマイクラね、変わってるペコだから多分驚いちゃうと思うペコだよ。楽しくなってるんですかね、なんどういう風に変わってるんですかね、やっぱり観光地がいっぱい増えたって感じなんですかね。え、そう、ペコラもね、最近ね、いろいろ見てるペコだけど、すごいいろいろね、先輩方が頑張って作ってるみたいペコだよ。あー、え、で、ペコラちゃんも作ってるんですよね。あ、そうだね、ペコラも作ったね、いろいろとね、作ったわ。どこ行くんですか、このさだちだけど、なんもない。え、じゃあこっち側に新しいできたらしいペコだよ、こっちこっち、トワさんの反対反対反対、はい、はい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 、こっちペコ、こっち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 、あったー、どれどれどれ、見た見た見た、え、すごい、え、待って、普通だ、すごくなってるペコだよ。何あれ、焼きグソ、ほら焼いてあるクソ焼きグソペコ、
え、うんぽ。アイドルがそんなこと言っちゃいけないペコでしょ、トワ様。クソって言ったじゃん、ペコラちゃんが。めっちゃ可愛いよ、トワ様。すごい、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 すごい。私たちなんかペコラちゃんのこと作ってませんでした？ねえ、作ってくれてたペコだよね。なんかリスナーさんとかが設計図とかあれなのかな。へえー、あ、そうなのかな。なんかあそこに、すごっ、何あれ、何あれ、なんかすごっ、何どれ、え、空中で、空中でできてる溶岩、溶、何あれ、これすごくない。あ、これ、あれあれ、なんだこれ、羊のケチャン。あ、見て、かわいい。あれなんだ、何あれ、見て、あれ、なんかクマがいる。ほんとだ、すげえ。え、誰、え、何あれ、クマ。あ、すごっ。え、かわいくない。え、めちゃめちゃかわいい。うわぁ、ソラマウンテン頑張って作ったよ。なに、うわぁ、うわぁ、やっちゃった。あー、そうだ。え、あんた、ダメよ。見て、トワ様。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、トワ様、やばいって、これやばい、やばい、どうすんのこれ。これさ、今なんて書いてあったペコなの。え、なんて書いてあった。ソラマウンテン、そ、ソラ、ボコボコにしてあるの。あん気持ちじゃないの。え、嘘。え、そら先輩の。え、ちょ、はぁ、ちょ、どうしよう。もう花でも添えとこ。花でも添えるどころじゃないぞ、これじゃ。いや、ちょっと待って、え、どうしよう。花でも経験ないぞ、これと。やばいよ、それ、やばいよ、トワさん。あ、やばい、待って、そら先輩来ちゃったじゃん。え、どうすんの。え、やばい、やばい、逃げろ、逃げろ。一応挨拶しとくか。一応挨拶しとくか。待って、本当に。あ、ちょ、もうやばく、え、ちょ、待って、あ、やばい、チャットが出ない、チャット出ない。あ、落ちた。あ、こ、チャット出ない。あ、チャット出ない。こんにちは、こ、こんぺこー。ちょ、ちょ、そら、え、そら先輩にとりあえず挨拶しないとぺこだよ。ティ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 、ね、やばい、これ変身来てないペコだ。これ、怒ってるかもしれない。なんで、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 バレてないし、まだ来てねえし。いや、バレて来てないからって。早く帰ろう、早く。いや、あとこれも、じゃあ待って、待って、ペコラちゃん、はい、ペコラちゃん、ここにいてくださいね。とはどっか行くんで。なんでペコラ、人になすりつけてんじゃない。あんた、後輩はさ、大物すぎてビビるペコなんだけどな。じゃあ、さ、カバーしてくださいよ、先輩なら。なんで先輩なのカバーしてくれないで、やばいやばいしか言わないですか。やばいですよ、そっちの方が。あんた、あんた逆ギレしてんじゃないっていう。あんた逆ギレしてんじゃないよ。あんた自分でやったことペコでしょ。いや、やってません、ペコラちゃんがやりました。やばい、だって返信来ないよ、ソラ先輩から。え、ペコラちゃん、やめろ。や、嘘は、うん、嘘は良くないよ。ほら、トワ様、ほら、来るまでにちゃんと直さない。ちょっと、ペコアラがやってることになってることになるんだ。痛い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 。自分の罪を認めなさいよ。うわっ、うわっ、くぅ。自分で自殺していいじゃない、ペコ。え、ちょっと、トワ様、ちょ、来るまでに何とかして直さないと。やばい、ペコだって、これやばいって。やばいやばい。え、どうします。あ、でもさ、ちょっと残ってるから大丈夫じゃん。ちょっと、これ上残ってるしね。この後輩怖いペコなんだけど。あんた肝が座りすぎてるペコだよ。あ、来た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 。こんばんはって来たよ。あ、ほんとだ。あれ、こんばんは、ソラ先輩、どこにいらっしゃいますか。え、ソラ先輩どこにいるの。ソラ先輩に知らせないと。トワ様、今、はいはいはい。ちょっとやばいことが起きてまして。なんでそんなニヤニヤしてるの。あ、してないよ。あ、やばい、ちょっと、なんだ。やばい、トワ様がめっちゃなんか強いんだけど。ペコーラが思ってる反応と違うんだけど。この人、ペコダちゃん、フータンの前で。あ、ちょっと待って、やばい、一回行かないと。あ、ごめん、ちょっと席払い終わった。フータンの前にソラ先輩いるらしい、ペコだ。フータンの前にいるらしい、ペコだ。トワ今迷子、うん、あ、トワ様、その、あの、やばい、トワ様がちょっと起こしちゃった事件のところ
ところで、じゃあペコナン、一応ソラ先輩呼ぶ、呼んでくれば。起こしちゃった事件って何ですか。いや、デスストライキがあんた爆発、あんたあれだよ、現行犯逮捕だからね、爆発魔として。え、えじゃないってこと。えじゃ普段じゃ変わった。やばいやばいやばい、ここやばい、ここやばい、ここやばすぎる、死ぬ、あの風ちゃんかな、あの風ちゃんだから死ぬ、痛い、死ぬ、一回ぐらいさ、あれ死んでさ、罪を償った方がいいかもしれないってことだよね。死ぬ死ぬ、死なない。今からそっち行くから、こっち来てもらってもいいですか。よし、来た来た、いけるかな。あ、オッケー、うん、いける。今から行くから、ソラ先輩連れて、ちゃんとほら謝らなきゃいけないことあるでしょ。ちょっと待って、一つ聞きたいんですけど、なんでそのソラ先輩に話しかける時の声質とトアに話しかける時の声質が違うな。違う、待って、先輩と声質同じなわけないって。ああ、何言ってるペコなんだ、甘えるな、爆発魔が。おや、寝てるペコなの、ホロライブ。早く早く早く寝ないと、早く。え、ベッド使いたいこと、ペコ、ベッド。痛い、死ぬ、裸、素手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 、今ドラゴンボール中、格闘で戦う。今行くペコだからね、待っててね。あー、死ぬんだ、とはここで死ぬんだ。大丈夫、先輩が、優しい先輩2人が来るペコだからね。え、2人誰いや、ペコラとソラ先輩ペコに決まってんだろ。いや、ソラ先輩はわかりますよ。いや、ペコラも先輩ペコだからね。あー、死ぬ死ぬ、早く早く、ペコラちゃん早く、わがままな後輩ペコなんだけど。もうダメだ、もうダメだ、もうダメだ、また何回も死ぬんだ。大丈夫、死ぬよりも今から怖いことが起こるからね。どういうこと、ね、お腹も空いてるし。え、誰 TNT やってるバカがいるよここに。ねえ、マジでやめて、ソラ先輩あと殺したらあと13人やぞ、マジで。ねえ、あんたマジそれほんと TNT やったさ、ここでバカしてる。ソラ先輩、ソラ先輩、ほんとバカじゃないの、これで。どうしたら、大バカなんだけど。死ぬ、大阪、マジでここにソラ先輩巻き込んだら余計ペコラも怒られるペコじゃねえ。やばい、ここ死ぬ、朝になる、朝になるで、やばい、大変なことになる。ほら、ら、来い、ありがとうございます。あれ、あと、ソラ先輩が死んじゃった。笑うな、人の先輩を。やばい、ここやばいぞ、ここやっ、死ぬ、オッケー、いいよ、どこに帰ってしてペコだよ。うわぁ、マジでなんなんだっすこれ。何、ほ元気すぎないペコか。やばい、ソラ先輩どこにいらっしゃるんだ。ソラ先輩、ここに、ソラ先輩ここに来られますで、召喚。先ほどの場所でございます。来ないね。お待ちしております。バカだか、あんたがそれ言えないペコなんだよ。バカ出ました。なんて謝るペコ。ソラ先輩優しいと思うから許しておくれと思うけど、これはさすがにやばい。しかもアンキモがあんなことになってるペコだから。じゃあまずペコらが先に謝るペコだからね。謝ってあげるよ、先輩としてね。まず後輩を守るのが先輩ペコだから。あ、お願いします。ちょっと怖いですね。怒られ、どうしよう、怒られちゃったら。やっぱりちょっと体半分な以上なくなっちゃいましたね。じゃあソラ先輩迎えに行こうペコかな。大丈夫かな。どうしたペコ、この TNT ってどうやって爆発するんですか。やめなさい、危ないことを考えないの。よし、ソラ先輩、右、あ、ソラ先輩、よし、やった。はい、謝る準備して、トマ様、謝る準備ね。だってペコロちゃんが最初謝ってくれるんですよな。そうだそうだった。ソラ先輩ちゃんと、すみません、上を見てる。あ、ちょっと待って、あ、てか、あれか、あ、アンキモがすごい、これ多分ショック受けてんじゃないの、アンキモがあられもない姿になってしまいました。あられもない、やばいやばい、見てる見てる、今やばいです。トア様が急に、ごめんなさい、
先輩として謝罪します。いや、ペコラじゃない、あら、アンキモガーって言ってるペコラよ。父さんも謝ろう。やばい、あ、アンキモガーって、でもアンキモしか見てないよ。涙がこぼれないようにしてあげなきゃ。ペコラが先輩たちの、ほら、あ、見てるよ、父さんって言って、終わります。